はい、ルチャンです。はい、どうも、リュウちゃんとゲームズ外の人、お月です。いろいろ適当になってきとる。あ、多分、いつも会ってはいないと思う。はい、今日はね、一人150枚用意して、射的。あ、射的っていうゲーム名なんね。そう、これ、射的って書いてる。射的、普通のリアルな射的は得意だけど、これはどうなんだろう。リアルな射的こうやってな、腕伸ばしてな。そうそうそう。これメダル入れて、ああ、これがメダルなわけ。あ、10で1位だ。緑だ。葉っぱ。どんぐらい入るんやろ。わかんない。俺はまあ10みたいな。俺はもう入らん。なぜ？どうしたの？シュート。これで、これで武器変えれるわけね。葉っぱ。なんかヘビの方が良さそうやん。ヘビ2枚。え？ 1 枚。葉っぱ1枚や。1枚。あ、邪魔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 、おっちゃん待て。あのネズミなんかあるんかな。くそ、俺メダルが入んない。入った。くそ、おっちゃん。うわ、なんか線連行。ゾウライオン、ライオンで1枚。キリンはメダルを入れてね。くっそ、これさ、下カップあったらあんまりいいね。カップ持ってくる。そうね、ここに落ちてくるよね、普通にね。さあ、メダル。ライオンも1枚よね。落ちんのかい。キリン、キリン、ゾウがやっぱり落ちるんじゃないか。ゾウ、さっき3枚、ゾウで3枚。ゾウで3枚。どこだ、出口はどこだ。あ、上だ。あ、上から落ちて、まし、たの。よし、OK、やろう。ゾウで3枚。待って、じゃあ、招き猫ってどんぐらいだろうな。わかんない、招き猫はなんか3個落とすと大砲になる。え、ほんまや。なにこれ。メダルを入れてねって感じ。これ何？分かんない。あ、当たったらゲットなんや。いや、だけ当たってもゲットじゃなかった。ほんまや。なんじゃい。よし、並べる。招き猫動かない。やばい、なんか俺、あ、なんか当たりとかあったの。メダル入れの調子が悪い。でかいこれ。あ、もう落ち着いた。お、ネズミもなんかある。じゃあ出てくる。あ、あ、くそ。ネズミを倒すとポンポンステージだから、さっきネズミに当たったんだ。どっちかな。ああ、おじさんは得点にはなりません。お、おねぎねこ、あと1回ぐらいで。さあ行こう。おじさん、いいとこに来るな。おい、おお、ゲットした。俺の見て、金ってのたまってるわけ。ほんまや。さあ、招き猫を倒したらね。ドロップ、でかドロップ。あれや、2枚かな。3枚だ。ドロップ3枚だよ。猫動かねー。メダルを入れてねえかよ。やばい、招き猫、面白くて真剣になる。意外と面白い、こういうの。あ、招き猫3段。オッケーオッケーオッケー、任せろ任せろ、招き猫。来い、はい、行け。はい、
ネズミ狙ってるんだけど、なかなか当たらない。招き猫、とりあえずこれ落としたいな。あ、来た。おお、来た来た。あ、これってあれなんや。これ金1になってる。だから3つ倒すといいよ。なる渋いな。そう、当たらない。うまい。おっちゃん、カニ？あ、カニ当たって、カニ当たって、俺当てた。メタル熟練じゃねえんだよ。これ何？当たったら倒れる。メタルを入れてないから。終わった。アリマノだけ？ちょっとしたなんかイベントステージに入れる。これ俺あの招き猫集めたいんだけど。あと1個ないの？あと5つって書いてある。落ちない。ここだ。あー、招き猫、招き猫か。あ、俺もらったんちゃうの招き。それはいけるんじゃん。これはかすったら OK なはず。なんか詰まってんの。そう、ちょっと入れにくい。なんで出んかったって。ああ、あれおじさんに直されちゃうんだよ多分。中でな。あ、当たり。え、当たりが入ってんの。2枚ゲットの。本当だ。あ、大砲だ。え、大砲だからって何なの。大砲だからって何なわけ。終わっちゃった大砲の時間。え、終わった。一定時間強化なんですか。ほい、もちろん、もちろん。わあ、やっぱりボタンもちょっと鈍いね。メダルがとりあえずすんなり入らない。よし、来た。この1枚か。あ、もうない。気づいたらなくなってる。これは増えてないねんけど。俺もないね。俺もないよ。増えてる気がしねー。よいしょ。これ1枚とか割っててネズミに当てれば賢いのか。おじさんに当たらない。おじさん狙うな。よし、行くぜ。はい。あ、ダメだ。3枚。ロボット3枚。マジ。猫、猫、クソ、メダルやるじゃねえ。押したの回収したよ。押したの、押したの回収する。もう、まあ、ちょっとゆっくり入れなきゃ入んない。メダル、ロボット来い。メダルを入れてね。いや、いつも釣り好きとかでやるメダルの速度で入れたら入らない。俺は気づいた。 OK、 GO ラボ。いきなりステージ変わるのね、これね。よし、マネキーレコ。あ、もうねえ。なんか減っていく一方な気がするな。大きい当たりがないからね。あ、もうメダル入れてる。
行こう。ネズミを取れるはず。ネズミ。どうなったら当たり判定なの。よし、20発入れたぞ。入れたね。よし、ギラギラギラ。この台めっちゃ回収するやん、メダル。来い。ロケット、ダメー。オーケー。これ上手くなってきたかもしれん。マジ？これタイミング？だって俺もう見て、金さっきもう5個目だよ。通算。あれ？あれ一撃とかで倒れる？いや一撃は無理。何回か当てる。いやもうメダルがある。何なのってか、すごい。あ、なる。よーし、行くぜ。ほら、メダル職人だ。メダルを、いや、絶対ね、丁寧に入れておく。はい、これがラスト。19枚、20枚ぐらい。最後です。行こう。何を狙うかよね。よし、俺も全部入れきようじゃん。OK。じゃあこれ1枚の狙ったの増えへんの。43枚残り、めっちゃあるよ。うまいなお前。当たり、あ、違う。これは猫にかける。いけいけ。おお、落ちない。いけ。いや、まだ帰ってきてる間がある。あ、落ちなかった。猫、猫もらったんちゃうか。いいよ、それいける。来い。なんでやねん。これ最初のステージもらった。本当だ。ヘビ、ヘビがおそらく2枚だからヘビサード行こう。ウェイ。あっけないな、これ。これきついな。これもうちょっとあれやったのな。倍率高いな。10枚とか。ああ。敵がおったら面白い。けど入れんの、入れんの大変なんだよな。ちょっと。だけど俺これ好き。面白いよ。割とちょっと真剣になったよ。だから黙ってたもん、動画が忘れてた。いやー面白い。
はい、これちょっとみんなもぜひやってみてください。結構面白い、まあ、こういうの電車でアタックとか、こんな感じのアーケード台、うん、これこういうの結構面白いから、いやなんかその敵屋系です。この動画もし気になることはチャンネル登録よろしくお願いします。またお会いしましょう。バイバイ。